皆さんこんにちは。2018年9月25日に日本相撲協会に退職願いを提出した貴乃花光司さん。一時は世間を賑わせ、このまま廃業せざるを得ない状況だと貴乃花さんは会見で語っていました。今回はそんな貴乃花さんの気になる噂や、宮沢りえさんとの婚約解消、激痩せした現在などについてご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。貴乃花光司さんは貴乃花親方の名で知られ、本名は花田光司さんといいます。現役時代は第65代の横綱として活躍、その後は1代年より貴乃花として貴乃花部屋の親方を務めていました。東京都杉並区の出身で、15歳の時に父親が師匠を務める藤島部屋に入門したので、最終学歴は中卒ということになります。父は元大関の貴乃花俊明、母は女優でタレントの藤田紀子さんです。貴乃花さんは1972年、父貴乃花俊明、母藤田紀子さんの間に生まれました。兄の花田勝さんとは年子の兄弟となります。少年時代から相撲に打ち込み、小学5年生の時にはわんぱく相撲の全国大会で優勝し、わんぱく横綱になりました。明大中野中学では相撲部に在籍、回しの切り方など相撲の基礎を学んだそうです。15歳で父親が師匠を務める藤島部屋に入門します。入門当初からその優れた素質が話題となった貴乃花さん。入門当時のしこ名は貴花田でした。入門後はめきめきと頭角を現し、17歳2ヶ月で十両に昇進します。その後も活躍を続け、兄の若花田と共に若貴フィーバーを引き起こしました。横綱昇進は1994年の11月場所後で、それから2003年1月場所で引退するまで相撲ファンを沸かせ続けました。優勝回数は22回で歴代6位となる成績です。2003年に現役力士を引退した貴乃花さん、引退の時現役時代の功績に対し一代年より貴乃花が認められ、貴乃花部屋の師匠を務めました。日本相撲協会では2010年に理事に当選以来、相撲教習所所長、審判部長、地方場所部長、総合企画部長、巡業部長を歴任しましたが、2018年10月に相撲協会を退職しました。現在は相撲の普及活動を目的とする一般社団法人貴乃花道場の理事を務めています。国民的美少女と呼ばれた宮沢りえさんが、当時貴花田のしこ名だった貴乃花さんと電撃婚約したのが1992年10月27日のことでした。世紀の婚約と日本中が沸きましたが、翌年1月27日にはまさかの婚約解消。婚約発表からわずか3ヶ月で破局しました。宮沢さんは14歳の時、三井のリハウスの CM の初代リハウスガール白鳥玲子役でブレイクしましたが、宮沢さんの母親である子宮沢光子さんが所属事務所からの独立を画策、関係者の反対を押し切って個人事務所を設立し、その後リエママとして剛腕マネジャーぶりを発揮していました。子内田裕也さんと親しかったことから、映画エロチックな関係で宮沢さんを内田さんと共演させて女優として成長させたり、1991年、宮沢さんが18歳の時、巨匠篠山紀信さんによるヌード写真集サンタフェを出版するなど、発行部数は155万部を超え社会現象となり、宮沢さんは一躍トップスターに。そんな大売り出しの最中、各界のプリンスと呼ばれていた当時20歳の貴乃花さんと電撃婚約。当時のスポーツ紙記者は、2人は90年元旦付のスポーツ日本の対談で知り合ったんですが、その時は交際には発展しなかった。交際が始まったのは婚約発表の約2ヶ月前からでした。10月に入ってから貴花田が電話で結婚しようとプロポーズ、家が承知しましたと受け入れ、まさにスピード婚約でしたと語ります。10月27日記者会見を開いた貴乃花さんは、2人で決めたことですと話しました。しかし2人は時代を彩るスターになっていたため、全てを独断で決められる立場にはなかったのです。しかも
多忙な二人だったため、あまりにもことが性急で、双方の準備不足も相まって、何も話されていなかったそうです。一番の問題は結婚後、宮沢さんが芸能界を引退するか否かの話し合いが持たれてなかったことだそう。貴乃花さんの両親としては、宮沢さんに芸能界を引退してもらうつもりでした。しかし、婚約発表の段階になっても、リエママの決心はついていなかったのです。しかし、二人は1ヶ月後に正式に婚約し、挙式は1993年5月28日と発表しました。ところが年が明けた1月6日に、日刊スポーツが、タカ、リエ破局と報じました。他のメディアは破局報道に疑心暗鬼でしたが、初場所後の1月27日に、二人は別々に婚約解消会見を開いたのです。宮沢さんは、話し合う時間が欲しかったと語り、芸能界引退の意思は貴花田さんサイドに伝えてあったが、了解が得られなかったと悔しそうに語りました。貴乃花さんは自分の力のなさと語りましたが、真相は今一つ明らかになりませんでした。そんな中、一つ言われているのが、リエママと貴乃花さんの母のりこさんとの確執でした。リエママと親しかった大手広告代理店関係者は、リエママは自宅に遊びに来た貴乃花に酔った勢いでのりこさんの悪口を言う。結果、そのことがのりこさんに伝わってリエママと揉めた。しかも宮沢さんがママ離れできなかった、それが破局の原因だと思いますよと言います。貴乃花さんと婚約解消した宮沢さんでしたが、その後当時中村勘九郎だった歌舞伎俳優の子18代目中村勘三郎さんとの不倫騒動が報じられました。1994年9月には京都のホテルで自殺未遂、その後拒食症になり再起不能と言われましたが、奇跡的に復活した宮沢さん。2009年にはハワイ在住の元プロサーファーで実業家の男性と結婚、その後一時を設けましたが離婚。2018年には元 V6 の森田剛さんと再婚しました。一方、将来相撲界を背負って立つと言われた貴乃花さんでしたが、弟子の暴力事件で相撲界を追われるように去り、現在はタレント活動を続けています。1995年5月に結婚を発表した貴乃花さん、お相手は元フジテレビアナウンサーの河野恵子さんです。河野さんは1964年11月12日生まれで、2024年で60歳になります。貴乃花さんより8歳差年上の姉さん女房でした。貴乃花さんと河野恵子さんはある食事会で知り合ったのだとか。お互いに好印象だった貴乃花さんと河野恵子さん、しかしすぐには交際には至らず、河野さんがフジテレビを退社しフリーになった際に再会を果たしたのだとか。交際へ発展し、1995年5月に結婚を発表した貴乃花さんと河野さん。当時貴乃花さんは22歳で河野さんは30歳でした。実はできちゃった婚だったという情報が、なんといっても結婚からたった4ヶ月後に長男の花田雄一さんが誕生したのです。その後貴乃花さんと河野さんの間には2人の娘も誕生し、幸せな家庭を築いていました。おしどり夫婦として長年連れ添ってきた貴乃花さんと河野恵子さん、結婚から23年目を迎えた2018年10月に離婚することに。夫婦円満だと思われていた2人に何があったのでしょうか。離婚理由について見ていきましょう。貴乃花の引退届。離婚理由の一つ目は、貴乃花さんが相撲協会へ引退届を提出したことだったといいます。貴乃花さんは2018年9月に相撲協会へ引退届を提出、このことが離婚の引き金になったのだとか。河野さんは自身の著書「心の真実23年のすべて」の中で、彼が引退届を協会に提出したことが離婚の引き金になったのは確かと語っていることから間違いないでしょう。にストレス、結婚を機に相撲界という追い詰められていたという情報も、嫌がらせや誹謗中傷を受けていたといいます。心の真実23年のすべての中で
円形脱毛症や錯乱状態や頭を壁に打ちつけるなどの自傷行為も行うほどの状況であったことを告白していました。またそれがきっかけになって自分の人生を見直そうということになりましたとも語っており、体の不調も離婚を考えるきっかけになったようです。三長男雄一のタレント活動、貴乃花さんと河野さんの長男である花田雄一さんのタレント活動も離婚原因になってしまったのではと言われています。長男の雄一さんといえば、イタリアで靴作りの修行をし、日本で靴職人としてメディアに登場していたこともあります。しかしバラエティ番組などに雄一さんに対して貴乃花さんと河野さんの意見に食い違いも現れるようになったのだとか。2018年12月14日号の週刊ポストには、親方は今年の理事選で落選した頃から雄一さん絡みのことで恵子さんへの愚痴が多くなっていた、恵子さんがタレント事務所を紹介し靴職人の修行をおろそかにするような形で雄一さんが芸能活動に力を入れていることが腹に据えかねていた様子だったとも掲載されていました。河野さんの浮気、河野さんといえば貴乃花さんと離婚後の2020年12月にエステ経営者のジャッキー・ウーさんとの熱愛がスクープされたことでも有名です。2020年12月17日の週刊文春には、2人は化粧品販売でビジネスパートナーとなり、貴乃花夫人だった3年前には同じマンションに部屋を借りていた、不倫疑惑を直撃すると結婚するつもりですと掲載されており、再婚間近の様子も伺えます。貴乃花さんと結婚していた当時からジャッキー・ウーさんと不倫関係だったかは不明です。特殊な環境で結婚生活を23年間送ってきた貴乃花さんと河野さん、これからは2人それぞれ幸せな人生を歩んでくれるといいですね。貴乃花さんは現在激痩せで話題になっています。大相撲時代には身長が185センチメートルで体重が160キロあったのですが、引退後は体のことを気遣ってダイエットに励んだようです。その結果わずか2年間で80キログラムの減量に成功したのです。しかし現在の貴乃花さんがあまりにも痩せてしまったため、原因が何なのか心配をしている人も多いようです。やばいくない、大丈夫かな、目がうつろなんだけどなど、一時期ネット上でかなり話題になっていました。一番に心配されたのは病気です。実は貴乃花さんは2014年の7月に体調不良によって名古屋場所を休場していたのです。しかしこの時の体調不良とは、現役時代に負った両耳の怪我の手術のためだったようですね。耳の痛みが日常生活に支障をきたすほどになったので手術に踏み切ったそうです。ところがそれ以外にも夏にマフラーをしていたり、理事の仕事を何度か欠席しているので、他にも何かしら原因はありそうです。それがストレスです。貴乃花さんは現役時代から自分の思いを表に出さない真面目すぎる人間ということでも有名だったのです。そのためにあまりにも相撲界の未来を考えすぎてストレスが溜まってしまったのではとも言われています。そんな貴乃花さんも2023年8月には1歳年下の一般女性と再婚、現在の奥さんと出会う前は一人で生きていくつもりでしたと振り返りながら、人生ってどうなるかわからないと笑顔を見せてインタビューに対応していました。激痩せで心配されていた貴乃花さんも再び幸せ太りする日が来るかもしれません。どうか末永く幸せに過ごしてほしいですね。いかがでしたでしょうか。今回は貴乃花光司さんについてご紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。